皆さんこんにちは。こちらが小淵沢オリーブ教会です。今日はご案内しますよ。行きましょう。はい、こちらが自慢のお庭です。暖かくなると緑がね生えてきますよ。そして奥にあるのが物置小屋になります。かわいい。さあこちらへどうぞ。車椅子の方もご安心してお越しいただけますよ。では玄関オープン。はい、オリーブ教会へようこそ。ここで靴を脱いでこちらで手を消毒しましょう。あれあれあれピッはい、作動しなかった場合はこちらでね、きれいにします。さあさあさあ、このかわいいマーク、これはトイレですよ。トイレもちょっと覗いてみましょうね。おっと、あ、すいません失礼しました。人がいました。閉めます、閉めます。でもね、ここで広いから車椅子の方も安心してご利用いただけます。失礼しました。そしてこちらがどこかというと、ゲストの方がお使いいただける洗面所。そしてこちらがシャワールームになっております。オープン。あー、失礼しました。あら、今日はゲストの方が多いようで。さて、こちらは何かというと、はい、キッチンになります。で、ゲストの方はどうぞこちらで美味しい料理をお楽しみください。そしてそしてこちらは、こちらが牧師の書斎になっております。そしてこっちは子供のトイレスペースもありますよ。ここは床暖房もついているので暖かいです。そしてそしてここは何の扉でしょうね。あらららららららあらららら、なんと台所とつながっています。なぜかというと、ここは母子室としても利用するので、お母さんが赤ちゃんの様子を見ながらミルクの準備、離乳食の準備などできるようになっています。素敵。さあさあ、そしてこちらへどうぞ。ここはゲストの方にお泊まりいただくお部屋になっております。あれ、誰か見てますかね。失礼しました。ここはね、怖がりになっている。しました。こちらがメイン街道となっております。では、はい、どうぞ。あら、どなたかくつろいでらっしゃいますね。これは景色をね、ここで眺めてゆっくりおくつろぎいただけますよ。そしてこの、なんでしょう、これはオリーブ教会を支えている配信機器がここにあります。うわ、専門的な機材がたくさんありますね。さあ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 、そしてこちらがゲストの方にはリビングとしてご利用いただける
そして日曜日はここでみんなで礼拝を捧げております。そして奥へどうぞ。枕木で作った十字架がここから見えます。夜になるとライトアップもされますよ。改めまして皆様、本当に今日はね、はい、ありがとうございます。ちょっとね、この教会というところは、まあ、聖書を信じているところなんですね。で、2つ聖書の言葉をご紹介させてください。1つは箴言19章21節というところで、これは旧約聖書の中で、ソロモン王という王様が書いた言葉ですね。今から数えてだいたい3000年前ぐらいの人なんですが、人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現すると。まあ、誰しもが自分自身の夢とか希望とか人生、こういうふうに進んでいったらいいなという、そういうね、いろんな自分のシナリオがあると思うんですけど、それを神様に委ねたら、神様が一番いい形で神様のご計画を、成し遂げてくださるよという意味なんですね。もう一つ、この下のですね、伝道者の書3章11節、これも同じくソロモン王様が書いた言葉なんですが、神のなさることはすべて時にかなって美しいという言葉ですね。これは一番いいタイミングで神様はいいことをしてくださいますよという、そういう意味ですよね。まあ、人生、まあ、この進んでいく中で、どういう方向に進み何をするかということと、それをどういうタイミングでするかという、ね、この方向性とタイミング、この2つでほぼ何もかも決まると言っても過言ではないと思うんですが、それを神様に委ね祈りつつ進むときに、こっちだよ、そして今だよということを示して導いてくれる神様なんですよという、そういうことなんです。で、この建物を建てるにあたってですね、まさに本当にこれは真実だったなと、私は個人的に本当にそれを体験したんですね。なので、その私のその体験、まあ、これを証というんですけどね、クリスチャンの世界では、少し証も踏まえて、どのようにしてこれが実現したのかということを、少しまあ10分15分ぐらいかかるかもしれません、お話しさせていただければと思うんです。この建物と土地は、土地のその、すみません、建物とその土地の工事とか、一切全部含めてだいたい4400万円ぐらいの資金が費やされました。それぐらいかかりました。まあ、それでもその建築そして工事の関係の方々が本当に良心的にやってくださったので、それ以上の価値ができたなと、価値のものができたなと思っているんですが、でもね、それぐらいかかったんですね。で、厳密に言うと、さらにこの家具とか設備とかいろいろ含めるとさらに数百万円かかってるんですよ。で、去年の6月ぐらいだから1年半ぐらい前は資金ほぼゼロだったんです、めどが、ね、で、この短期間でなんでこんなものができたのかっていうのは割と皆様不思議がっておられるんですね。どうしてこれ可能になったのって皆さん結構聞かれるんですよ。で、こういう時に、まあ、クリスチャンがよく言うのは、神様が不思議な形で与えてくださいましたって結構ぼかしたりするんですけど、なんででしょうかね。こうお金の話とかちょっと上品じゃないと思うのかもしれませんね。でもそれだとちょっと伝わらないと思うので、
やっぱり少し具体的に、まあ、お金の話ね、若干しにくいところもあるんですが、どういう経緯でこの資金が集まったのかという、あの獲得できたのかという経緯を少しお話したいと今日は思いました。でその中でいかにこのね、まあ、私牧師として温度を取ってこのプロジェクトやってきたんですが、いかに私の思い込みとかが優しく神様によって修正されてこっちだよってしてくださったかっていうのが伝わるといいなと思って話したいと思うんですけどね。あのまずこの土地を購入したのは、約3年ちょっと前です。2018年の、夏でした。はい。まあ、ちなみに教会は9年ぐらい 前にスタートしたんですけどね、土地を買ったのは3年ちょっと前で、その時にすぐにここにチャペルを作ろうっていうふうに最初思ってたんですね。で私がまあいろんな策を立てて、もう数々のこの銀行に通ってですね、事業融資をお願いしたんですよ。ところがどの銀行もお金を出してくれなかったんですね。結構大変だったんですけどね。で、その時この土地と一緒にそこにその古い小屋が一緒についてきたので、まあ、一緒に購入したので、とりあえずこのチャペルを建てるとか新しいものを建てるのはまだ時ではなかった、神の時ではなかったのだなと判断して、とりあえずこの小屋を、使おうということで、まあ、掃除をしてこの整理をして、それを使ったら、まあ、意外といいねということでね、その時、まあ、あの教会の人数からしてもまだ大丈夫だね確かにということで、それを使い始めたわけですね。あのその時の、ね、写真、まあ、これがその小屋だったわけですね。皆さんご存知の方も多いと思いますが、最初はねこれも最初から潰そうってしてたんだけど、でも神様がまだこれを使えということだったんですね。けれどもまあ少し人がちょっと増えてもうパンパンになってきちゃって、で子供部屋もですね、あのもう子供ってどんどん成長するんで、そのサイズ感がもう部屋がねもう無理っていう状態になってきちゃったんですね。でこれ以上子供大きくなるともう無理だねっていうねことになってきたんです。で、去年の3月だから土地買って1年半ぐらい経った頃にあのコロナがね、始まりましたね。で人が集まれなくなって、まあ、いずれにしても人集まれないっていう状態になったんですが、これコロナが明けて人が戻ってきた時にもう無理だろうなっていう切迫感が私すごくありまして、子供もね多分サイズ感的には 1.2 倍ぐらいになって戻ってくると思うので、もう無理だと、これコロナ終わって動いてたらもう無理だ、今なんかしなきゃ無理だと思ったんですね。けれども事業融資してくれないでしょ。でそのちょっと数ヶ月前に私の個人的な、住宅ローンで私の自宅をここに建てれないかということで、まあ、この近くの A 銀行に A っていうのはアルファベットの A ねA 銀行に行って、相談したこともあったんですね。そしたら教会の名のついてる土地には貸せませんって言われたの。ああ住宅ローンもダメ、事業融資もダメ、無理じゃん、銀行とかもう二度と行ってやるかぐらいに思ってたけどですねもうこりごりと、ね、回るの嫌だと思ってたんですね。でもどうしようかなと、なんか建てないと無理だなと。でそんな折にこの教会のメンバーである大串夫妻とね、あのお食事をしたんですね、家に招いてね。でまあお金難しいよね、どうしようかねっていう話をしてて、教会の皆さんにも土地買う時にもうすごい負担をしてもらってたんで、もうちょっとお願いできないなっていうことで、で大串さんがまあ、この近くだったらね、まあ、メジャーなのはやっぱり B 銀行だよね、 B 銀行に行ったらって大串さんが言ったの、本人は多分全然覚えてないから覚えてないんですね。で B 銀行は、で私その時言ったのは、いや B 銀行はちょっと特に僕無理なんだよ、前事業融資で行ったんだけど、もう正直ちょっと対応がちょっとねあんまりいまいちだったんだよね、だから B 銀行無理無理って言って、そもそも銀行とかも無理って言ってね、じゃあどうしようかねってその日は終わったんですけど、その次の日に突然 B 銀行から電話かかってきたんだよね。で営業担当で、コロナでいい事業融資のプランがあるから利用しませんかって電話かかってきたんだね。でその前の日のことがあったんで、僕の中ですごい不思議な気分になって、教会なんですけどいいんですかって聞いたら、前無理ダメって言われたんですけどって聞いたら、あそれはダメですねって言われたんだねで、もし前の日の会話がなかったらそうですかで終わるとこだったかもしれないけれども、ちょっと不思議な気持ちになってたんで、ダメ元でじゃあ住宅ローンはどうですかって聞いたら、
できますよって言ったんだね、うん、教会なんですけど、いいですよって言ったの。ですぐさま B 銀行に行って相談してね、私の収入これぐらいなんですけどって言って、住宅ローン、そしたら1000万円ぐらいまで大丈夫かなって言われたんだよね。本当って言ってびっくりして、そのここでそう教会を教会じゃない銀行を見直したんですよね教会じゃない銀行を見直したんです。で、まあ、1000万円でね家を建てる、まあすごく小さなものかもしれないけど、とりあえずこの古い小屋を使いながらそっちで大人が礼拝して、日曜日 はこの自分の自宅を開放してそこをキッズスペースにしたらとりあえずしのげるなって思ったわけだね。で、それで行こうかなと思ったんだけど、まあ、僕の中で B 銀行でもって言ったらちょっと失礼だけど、大丈夫なことがあるんだなってこう考えを変えて、もしかしたらもうちょっと可能性があるのかもとそこで思ったわけですよね。あと100万とかあと200万とかね、もうちょっと可能性があるかなと思ったわけです。でも銀行周りはもうしたくないと、もう一つだけ行ってみようかな神様って祈ったわけですね。もう一つだけどこにしましょうかって神様祈って、それで C 銀行に行ったんですねで C 銀行に行ったら2000万円ぐらいまで貸してますよって言ったのね。で結構ね、僕の収入とかね立場でこれすごいなと思って、年齢もねこんな上にいってる。で最終的には2150万円融資できるということになったんです。で調べると国とか自治体からの給付金とかも得られるということが分かって、そして教会のささやかな貯金とかね、まあ、全部集めると2600万ぐらいの資金が大丈夫かもという状態になったわけですね。でそこからその工務店周りをして、どんな家を建てれるかなというふうにやっていったわけですよね。だいたいこれぐらいの資金だとこれぐらいのサイズの家かなっていうのはだんだん分かってきたんです。その時にまあそれでも十分すごく感謝なんだけど、私の中でね、こう神様もう一息みたいなもう一息いきませんかっつって、もう一息って言っても私が祈ったのは4000万円ぐらいいかがですかねって祈ったわけですよね。それぐらいもう全く当てもないんだけどね、4000万円ぐらい資金が得られたら結構割とこう満足なものができるなって、神様道を開いていただけませんかって実は祈ってたんです。まあ、教会の中でね全員には言わなかった、まあ、一部の人にはね少しシェアしてましたけど、でじゃあそのもっと資金を増すためにどうしたらいいかなって言ってんで、クラウドファンディングをしてですね、アイデアとしてクラウドファンディングをして、この建物の一部を、ゲストルームとして貸し出すことで、皆さん資金を出してくれませんかという呼びかけを、まあ、その時すでにライブ配信をしてたので礼拝のね、なのでこう視聴者に呼びかけたらどうかなと思ったわけですよ、ね、でそうすればまあもう100万とか200万とかうまくいけば集まるかなっていうくらいで、考えたわけですよね。でそしたらですね、まあ、さっきからちょっと何回も名前出て申し訳ないんだけど、塩沢さんとその塩沢さんよく出てくるんだよね、塩沢さんとその相談をしてって、で塩沢さんが言ったのが、まあ、クラウドファンディングはそれはそれでしたらいいかもしれないけど、まず献金を呼びかけたらどうって言ったわけですね。ライブ配信で、まあ、献金、クラウドファンディングと献金の違いは、クラウドファンディングっていうのはメリットをもらえる人が資金を出すと、で献金っていうのはですね、教会で献金っていうと要するに直接メリットがあるわけではないが、神様に用いてもらえるならぜひこれをお使いくださいって言って捧げるっていうことをこれ献金って言うんですね。で私が彼に言ったのは、それは無理だって言ったそれは塩田さん、それはね、ちょっとね、世の中そんな甘くないって言ったそんな甘くないよって、ね、メリットもない、自分の教会ならまだしもね、ネットで見てるだけの教会にそんなお金出す人、まあ、まあ、それはほとんどいないからって、ね、ね、内心ね、まだまだ彼はもう幼いなと社会の厳しさ上がってないなぐらいに思ったわけですよね。で彼は、まあ、いやでも献金いいと思うけどなって、呼びかけたらいい、要するにね、献金を呼びかけて誰も
反応がないと結構傷つくわけわかるかな、もうすごくね落ち込むわけで、過去に苦い経験があってね、もうあれもう無理って思ってたわけですよね。けれどもその後でまあ何日間かお祈りしててですね、まあ神様のささやきというかね、あの声に言葉にならぬ声がお祈りしてるとね聞こえてくることがあるわけです。やってみろみたいなね、なんかやってみろって言ってる神様っていう、そういう感じがしてしょうがなくなって、で数日後に塩沢さんに、じゃあちょっとねちょっとやってみようってちょっとだけね、まあ、5分か10分ぐらいのアピールでもうサクッとね、あのこう無反応でも傷つかない程度にやってみようってやったんだよね。でまああのライブ配信、そのすぐさまその次の週かな、ライブ配信でこういうなんかこうね、あのライブ配信であの皆さん見てみる皆さん、こういうものをねちょっと立てたいと思うんですけどって言って、これがその時に使った絵なんですけど、まあ、2階牧師の自宅で、まあ、皆さんがちょっとでも助けてくださったらその分だけちょっといい建物にあのなるので、よろしかったらお願いしますという、アピールを5分10分かなんかでねあのしたんですよね。そしたらですよ、その時から次から次に私支援したいですという方からたくさんの連絡が来たんですね。でどんどん資金が増えていったんです。でもうその時にはね工務店も決まっていて、設計士さんとお話してたんですけど、ミーティングのたびに資金が上がっているので、でここもうちょっと間取り増やしてくださいみたいな感じでね、すごくご面倒をかけたんですけど、で結局ですね建築献金という名目で、お金を捧げてくださった、方のそのトータルの金額が、先月末の時点で1,852万8,500円のご献金が集まったんですね。でこれは建築献金という名目だけのもので、そういう名目をつけずに指定せずに捧げてくださっている方も他にもっといるんです。だから実際にはもっとあって、それもその資金に回すことができたんですね。そうやって、この資金を得て、もう当初の計画からすると考えられないぐらいのこの本当に素敵な建物を建てることができたのでありました。ね、まあ申し上げたように僕の何て何かあったっけ、あそうそう、で このように、あすいません、これねまだ小屋を潰してない時の写真ですね。はい、で、ね、このようにね本当に素敵な建物を、建築の皆さんの助けによっても、建てることができまして、また教会の皆様もしっくりとかねみんなで頑張って、建てることができましたが、この背後には本当に神様のね導きとそしてご計画があったなということをしみじみとね感じる所存でございます。で、神様には計画があると聖書には書いてまして、これ最後にちょっとだけシェアさせていただきたいんですが、神様はこの世界に対して計画を持ってるんですよって聖書に書いてあるんですね。まあ、クリスチャンでない方はね、なんかそんな話っていう感じかもしれないですけど、ぜひこのことをお伝えしたいなと思ってます。聖書では神様には計画があって、この歴史を導いてるんだって書いてまして、それは一言で言えば、人間の罪を許して人間を天国に招き入れることなのですよということなんですね。で、そのために2000年前にイエス・キリストがこの世界に来られて、私たち人間の罪を背負って、十字架で死に、そして3日目に復活したのですよというふうに聖書には書いてあるんです。で、なぜこの建物が神の計画によって作られたかというと、この建物はその聖書のメッセージを一人でも多くの方に知っていただくという目的のために神様がこれを実現させてくださったと私たちは固く信じているんですね。なのでこのことを皆様に一言シェアをして、この話を終わりたいと思いました。ぜひこのイエス様をね知っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。